千葉県の田市、山崎山崎は千葉県の田市の大技。郵便番号は278-0022。江戸川佐岸定地と下宇佐大地生園にあたり、野田市の南部に位置する。江戸時代は宿場町として栄え、後に地内中央を縦断する千葉県道5号、松戸の田線及び東部の田線沿線を中心に発展した。東は下三河を、 西三河をおよびにつつかと接し、北は、清水、筒峰、花井、上花はおよび、桜台と接し、西は、金城と接し、南西は、東大技から分離した大技、山崎海塚町、大技、山崎梅の台及び大技水木と接し、南は、流山市の西深い及び東深いと接している。大技山崎内の小技は、以下の通り、松の1、 松野に、下梅、上梅、富士、南大崎、東大崎、西大崎、富士台、梅台、上里、下里、南大和田、西大和田、北大和田、東、大和田、北山、上宿、宿里,宿里宿、宿、北中寺、中寺、殿山、北新田、西新田、南新田、東新田、島、亀山、東亀山、北亀山、西亀山、 山崎神殿、中木戸、下宇佐山崎藩日光東王館、山崎宿奈良時代及び平安時代の集落跡が見つかっている。旧世紀後期の牧書土器が山崎東大和大石で見つかっている。1590年に岡部長森が下宇佐山崎藩の藩長当地に置いたが、翌年帝大村へ移った。 下宇佐山崎藩を参照日光東王館の一番目の宿場山崎塾が現在の梅里駅の西側に置かれた。山崎藩領の後、旗本一式資料となり、1673年から幕府領となった。1730年に山崎村は亀山神殿及び山崎神殿を編入したが、1830年から1843年の 天保年間までに亀山神殿を分尊した。1868年に山崎塾で原田佐之助が安守兵隊を離退した。山崎村は明治初年までに亀山神殿を編入し、1873年6月15日に千葉県に所属し、同年中に山崎小学校が開校した。1878年に東葛飾軍に編入した。 2017年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。水木の街並み。ありがとうございます。